サンナニールセン。1984年11月27日台は、スコーネ県のブロメラ出身のスウェーデンの歌手。1992年頃から地域のタレントショーに出場し、1994年に愛を感じてをカバーし優勝する。95年からマッツ・エルムズというダンスバンドと巡行した後、96年5月11日付の スウェーデンのヒットチャートスベンスクトッペンにデビュー曲ティル E.N. ホゲルが初登場で2位にランクインし、翌週には第1位となった。1996年9月にファーストアルバムシルバートナーが発売され、将来のカローラか、シセルと評された。その後、1997年にクリスマスアルバムミン・アンサック・ジュルをリリース。高校時代はマルメにある高校で音楽を専門とした。 芸術過程を先行。ユーロビジョンソングコンテストのスウェーデン決勝、メロディーフェスティバーンには2001年以降7回、出場している。初出場の2001年は、IGR、アイガグを第3位になった。その後、2003年に、ヘラ・バーデン・ F ・アール・メイで5位。2005年には、シンガーソングライターのフレデリック・シェンペトのデュエット曲、ドゥオ・ヨーモ・バーデンで8位。2007年には再び、 バガージュ、バガーヨー、バガージュ、バガーヨーで出場し、7位という成績を残した。2008年エンプティールームという曲でメロディーフェスティバーレンに出場。決勝の視聴者投票では18.7%の得票率を得て最高点を獲得したが、審査員投票で1位だったシャロッテ・ペレッリに18点差で、敗れ、準優勝。ヨーロッパ決勝の切符を逃した。 3年ぶりの出場となった2011年は、I, イ・ m in love で出場するも、4位に終わった。7度目の出場となった2014年、ア n d o という曲を携えた。3月8日に、ストックホルムのフレンズアレーナで行われた決勝では、国際審査員投票では2位だったが、視聴者投票で25.8%を得票し、逆転優勝を果たした。5月に、コッペンハーゲンで行われる、 ユーロビジョンソングコンテスト2014でスウェーデン代表として参戦する。ありがとうございます。